よしこっから反撃じゃい身長覚悟しとけよ。ツイッターもそれでもチキリやね。身長はどの面下げてもリアスジャパンを取材すんだって。いや刑事でこんな結果で民事で逆転するわけないじゃん。名誉毀損は認められてもいつもの少額賠償決着だよ。今年1月のアジア杯中に同件に関する週刊新潮の記事で代表を離脱。現在は女性や週刊新潮の編集者ら計5人について名誉毀損などの疑いで告訴状を提出している。うん、だから事実無根じゃなく毀損される日がある場合って、毀損自体は認められても賠償額大幅に下がるし給料保証とかでないのよ。金欲しいわけじゃないやろ名誉毀損。別に勝ったところで無実の証明にもならんけどね。サッカーメディアの人たちさ、メディアの中に日本サッカー界に敵や悪意を向けてきてる奴がいることを報道してくれよ。他の競技との報道内容の違いや裏での記者の言動を報じてくれ。あんたたちは日本のサッカー界を守る意識を持ってくれ。報道の影響力と報道の自由って言葉を悪用する記者を潰してくれ。無実の証明？アホか。世間は女が伊藤を陥れたとしか見ていない。最初からな。今必要なのは汚い奴にふさわしいお仕置きだ。両方不起訴で勝った気になってるのくさ。伊藤の場合不起訴で起訴するに足る事実が確認できなかったわけだから、本件に関して伊藤の名誉が毀損されたり損害が生じていれば当然民事で提訴するわけだよね。逃げ得を許さないのは類似案件が発生する抑止になるからで、金銭目当てではないだろ。